もうすぐソドー島に冬がやってくる。朝になると地面はサクサクした白い霜に覆われている。トーマスとエミリーが楽しそうに視線を行ったり来たりしている。トーマスは兄とクララベルを引っ張るのが大好きだ、いい仕事をしているという実感がある。しかしエミリーは違った。トーマスはもっといい仕事ができると思っていた。そこでエミリーはトーマスのために行けないところを教えてあげようと決心した。トーマスが視線を走ってくるのを見てエミリーは叫んだ。スピードを下げて、そんなに速く走ったらお客さんの乗り心地が悪くなるじゃない。しばらくしてエミリーはトーマスが給水のために橋のところで停車しているのを見た。子供たちとおしゃべりをしている。子供たちとおしゃべりするのはやめなさい。あなたは仕事中なのよ。遅れたらどうするの。僕は遅れたことなんてないよ。いつかきっとやるわよ。エミリーはそう言うと走り去った。トーマスは頭にきた。彼は子供たちとおしゃべりをするのが大好きなんだ。それに最近のエミリーは威張り散らしている。もう二度とエミリーの言うことなんか聞いてやるものか。翌朝、トーマスは夜が明けるとすぐに出発しなければならなかった。石切り場からスレートを積んで港まで運ぶのだ。その朝遅く、ドッパーマット卿が新しい天気予報を持ってきた。これから雪になるらしい。みんな雪かきをつけるように。すみませんが、トップハムハット卿、トーマスはもう石切り場に出発しました。それなら君がトーマスを探して、わしが雪かきをつけるように言ってると伝えてくれ。エミリーはまず自分の雪かきをつけるために整備工場に向かった。整備工があっという間に雪かきを取り付けた。エミリーはトーマスを探しに出発した。エミリーはウキウキしていた。トーマスにいろいろ教えてやれると思うと胸が弾んだ。トーマスがメイスウェイト駅で給水している。そこへエミリーがやってきた。エミリーは汽笛を鳴らした。しかしトーマスは挨拶もしない。どうせまた威張り散らしたいだけさ。トーマスはふてくされた。トーマス、整備工場に行って雪かきをつけてもらいなさい。エミリーの言ってることは聞こえたが、トーマスは聞こえないふりをした。僕はなんて賢いんだろう。エミリーがさらに大きく汽笛を鳴らす。整備工場に行って雪かきをつけなきゃダメだってば。何が雪かきだよ。エミリーったら本当にうるさいんだから。どっちにしろお天気は上々じゃないか。トーマスは逃げるように走り去った。トーマスは石切り場に貨車を返した。そして生クリームを運ぶために酪農場に向かった。何事も順調にいっていたが、しかし澄み切った青い空があっという間に暗い灰色の雲に覆われていった。どうやらあれは雪を降らす雲だぞ。機関士は正しかった。すぐにボタン雪がハラハラと降り始めた。やがて雪は塊になり、線路の上に吹き溜まりを作っていく。いやー、ツルツルだ。トーマスが叫んだ。車輪がスリップする。雪は島中に降り積もっていた。エミリーは雪かきをしながら吹き溜まりの中を慎重に進んでいく。今頃トーマスはきっと困っているわ。エミリーは正しかった。トーマスは必死で走ろうともがいたが、スピードがどんどん落ちていく。もうこれ以上は無理だ。トーマスは信号灯のところでノロノロとストップした。機関士が助けを呼びに行く。雪は次から次へと降ってくる。
トーマスはとても寒かった。でもそれ以上に惨めだった。その時トーマスは機関車の音を聞いた。トーマスは嬉しかった。だがその嬉しさもつかの間、救助に来たのはエミリーだった。あれだけ雪かきをつけるように言ったのに、ほら見たことじゃない。トーマスはまだ機嫌が悪い。威張り散らしてばかり、僕に謝ってよ。本当に残念だわ。私の言うことを聞けばよかったのに。エミリーがトーマスを従えて機関庫に戻ってきた。トップハムハット卿が待っている。どう見ても不機嫌そうだ。エミリー、早くトーマスに雪かきをつけさせなさい。トーマス、お前も人の話をきちんと聞くように。トーマスはいたたまれなかった。雪かきをつけるようにと言ったのはトップハムハット卿だったのだ。エミリーもトーマスが怒られている姿なんて見たくない。ごめんなさいトップハムハット卿、あなたの命令だってトーマスに言うのを忘れたんです。すると人の話をきちんと聞かない機関車が2台もいるということか。なんたることだ。エミリー、すぐにトーマスを整備工場に連れて行って雪かきをつけてもらいなさい。すぐに作業は終わり、トーマスは雪かきをつけることができた。エミリー、正直に言ってくれてありがとう。君はとってもいい友達だね。いいのよ、あなただっていい友達だわ。でもトラブルなんて二度とごめんだと思ったら、今度こそ私の言うことをきちんと聞いてね。トーマスは苦笑いをした。トーマスとエミリーと雪かきというお話でした。